闇の炎に抱かれて死ぬ。はい、どうも、ゴールデンウィーク誰も誘ってくれる人がいなくて、部屋でぼっちでゆっくりしてたら、唯一ホットペッパービューティーから誘いが来て、余計悲しくなった男、カイトです。とりあえず昨日めちゃくちゃ久しぶりに服屋さんに行ったんですが、服屋入った瞬間に店員が話しかけてきてずっと付きまとわれる店、俺結構苦手なんですよね。コミュ障すぎてもう、そうなんですね。くらいしか話せませんもん。あと皆さん実はまだ知らない方も多いと思うんですが、幻のサブチャンネルが僕にも存在するんですよ。概要欄に載せておくので、ぜひよかったらチャンネル登録と動画視聴してやってください。てことで今回、ゆとって悟っていいねしての駄菓子屋の漫画について突っ込んでいきたいと思います。それでは、どうぞ。うちもそろそろ意識するか。インスタ映え。うちはそういうのいいんじゃないですかね。ほうほう。なぜだ、文字だ。やっぱ和菓子って風情を大事にするもんじゃないですか。そういうつつましさを守っていきたいっす。そう、和菓子とは日本の伝統的なお菓子のことで、四季との結びつきが強く各種の製法を駆使し、味だけでなく視覚的な美しさが豊かな季節感を持っているものも結構多いんですよね。なまっちょろいこと言うとんねえ、ドサンピンが。いや、急に怖すぎだろ。お前の血筋ヤクザかよ。そう言ってこの街で何件和菓子屋が潰れたと思ってる。ベテラン職人だったタケさんなんて今マックでポテトあげてんだぞ。タケさん、何があったん。何をどうしたらマックの店員の中でも最もヒエラルキーの低そうなポテト揚げ担当になる。和菓子屋からの転職先もっと他にあったでしょ。現状維持じゃダメだ。特にうちの常連なんて年寄りばっかで何の未来もない。いや、年寄りへの配慮1ミリもねえのか。つっても俺もインスタとか詳しくないし、バイトの愛ちゃんに聞いてみましょう。インスタ映えに必要なのは可愛いですね。例えばこれ。いや、もうレインボーウッポにしか見えねえわ。絶対このじじいが脱粉しただろこれ。つうか、これ食べきれるの。友達とシェアしたり、あとはもう写真だけ撮って捨てちゃう子もいますよ。女子の食べ残し欲しい。何言ってんだこの性犯罪者予備軍は。なんかこんなシーン過去にもあったね。あとこういうのはどうですか。遠近法を使ったスイカワンピース。絶妙にダサいけど何これ。カイトさん、こっちの写真の方がおしゃれですよ。いや、これはパリコレ。年2回フランスのパリで開かれるファッションブランドの新発表会のやつ。過去ウィキペディア参照。これなら今すぐできそうだな。和菓子で。え、和菓子でフォトジェニック。あ、通報一つ入ります。今店のアカウント作って写真あげたんですけど。仕事早いな。好きな店だったけど死んでほしい。食べ物への冒涜。インスタ映え。大荒れ。予想通りとんでもない勢いで店の人気下がってんだけど。もうやめましょう。僕らインスタ向いてないっすよ。わしは続けていきたい。いや、もう店長だって別の家の方向で目覚めちゃってるじゃん。一種の羞恥心を快楽に変えちゃってる性癖なやつじゃん。いや、続けることって大事ですよ。地道に続けてオーラの目に留まれば客は増えます。その可能性は絶望的すぎるだろ。それから写真をアップしたり、大将の下手馬の緩い絵をあげたり。だが一向にフォロワーも客も。まあでしょうね。まずいですね。唯一のいいねはスパム赤だし。もうそれ実質いいねゼロだね。もう最終手段は BL です。バズった。若い女性客が増え、店は繁盛。本物よ、大将かわいい。かわいい。いや、やってよかったな、インスタ。はい、まあ次の戦略は三角関係です。タケさん、リロード。いや、ここでまさかの復活のタケ。残酷な天使のように少年よ神話になれ。最後まで見てくれてありがとう。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。